こんにちは、アラサー夫婦です。今回は連続増配株でセミリタイヤ配当金5倍っていうテーマでお伝えしていきます。中学生の時に唯一後悔しているのが、国語の授業で連続増配という四字熟語を学べなかったことです。あの頃に知って投資をしていれば、きっと今頃配当金がネバーランド状態です。今回の動画の前半では連続増配株の基礎を紹介し、後半ではセミリタイヤと相性がいい理由や、将来の配当金がいくらに増えているのかシミュレーションした結果を解説していきます。私たち自身は連続増配株や高配当株への投資をメインにしており、年間配当金が55万円を超えました。そして来年2022年には沖縄移住しセミリタイヤ予定です。今回の動画を見ていただければ、きっとあなたも連続増配株に投資したくなるはずです。ぜひ最後までご視聴ください。まず動画の目次です。大きくは2部構成になってます。まず前半では連続増配株の基礎について解説します。初心者向けに連続増配株投資の仕組みから代表的な銘柄紹介、そしてメリット、デメリットまで解説していきます。そして動画の後半では、これらを理解した上でセミリタイヤとの相性がいい理由や、実際に将来どれぐらいまで配当が増えるのかシミュレーションした結果をご紹介します。基本的なことは知ってるよって方は概要欄の目次から飛んで後半から見てください。少し動画は長めですが、ながら聞きでもわかるように解説しております。この動画を見ていただき、配当金と代供金を増やして賠償金と代償金は減らしていきましょう。ではまず前半見ていきましょう。まず連続増配株投資の仕組みについてです。投資というと安く買って高く売る、これがですねイメージとしてある方多いと思います。そういった売買差額による利益をキャピタルゲイン、値上がり益と言います。一方、今回ご紹介する連続増配株投資は、そういった売買の回数はとても少ないんです。基本的に一度購入したら長期保有する方法なんですね。じゃあ売却しなければ利益が出ないじゃんって思うかもしれませんが、株式を保有していればもらえる利益、これが配当金、インカムゲインです。連続増配株はこの配当金が毎年増えていく株なんですね。仕組みとしては、私たち投資家が企業に投資をします。例えば石油を作っている会社やタバコを製造販売している会社などに投資するとします。すると企業が投資家から集めた資金を使って事業活動をし利益を生み出します。この利益の一部を株式を保有している投資家である私たちに還元してくれる。これが配当金、分配金と呼ばれるものです。もう少し具体的に見ていくと、例えばですね、今年配当金を1株あたり50円出したとします。すると来年には70円に増やします。再来年には100円に増やす。こういった感じで配当がどんどん増えていきます。この配当を増やし続けている年数が25年以上の企業を配当貴族、50年以上の企業を配当王と言います。こういった企業が世の中にはあるんです。では具体的にどんな企業があるのか見ていきましょう。世界中に連続増配している企業はありますが、特に多いのが USA、アメリカです。例えば、ワクチンでもお世話になったジョンソン&ジョンソンは57年連続増配をしている企業です。他には、世界最大の飲料メーカー、コカ・コーラです。こちらは59年。3M、こちらはいろんな事業を展開している企業ですが、中でもポストイットが有名です。62年連続増配。そして、P&G 日用品メーカーの大手でなんと64年です。米国企業は株主還元の意識が強いため、暴落があろうとも配当金は増やし続けるという姿勢が強いんですね。他にもこういった連続増配株を集めた ETF もあります。VIG と SDY です。VIG は10年連続増配、SDY は20年以上連続増配している企業を集めてます。個別株は苦手という方でも、いろんな企業の詰め合わせパックなら運用しやすいですよね。では我が国、日本ではどうかというと、一番連続増配している企業が花王なんですね。皆さんご存知、日用品メーカーですよね。32年連続増配です。他には小林製薬が22年、KDDI が20年となってます。ここでお気づきの方もいるかもしれませんが、日本の企業には配当王の銘柄がないんですね。一番多い花王でも32年配当貴族なので、配当王と呼ばれる企業はまだ出てきてないんですね。こういったことからも日本企業より米国の企業の方がいいんじゃないかと今言われているわけです。ではここからは連続増配株へ投資するメリット、デメリットについてご紹介していきます。まずはメリットについて3つご紹介します。まず1つ目は、毎年受け取れる配当金が増えていくことです。これは連続増配株の一番の魅力です。
追加投資をせずとも毎年配当金が増えていくって素敵ですよね。まさに子どもの頃に小学生、中学生、高校生となるにつれてもらえるお小遣い、お年玉の額が増えていく感覚です。あの頃何も考えずお金をもらえていたのが本当に懐かしいですね。まさにあの当時の感覚に近い状況を連続増配株に投資することで再現できます。2つ目は株価が下がりにくく暴落耐性があるということです。連続増配株は配当金が魅力の銘柄なので、配当金が維持されていればある程度株価が下支えされるんですね。当然暴落があれば連続増配株も下がりますが、ただの高配当な銘柄やイケイケのグロース株よりも下がりにくい傾向があります。3つ目はトータルリターンが高い傾向にあるということです。トータルリターンとは株価と配当を合わせたリターンのことです。こちらの図はトーシルさんの9月24日の記事から引用させていただいてます。概要欄にリンクを貼っておきますね。こちらの図は米国の配当帰属指数と日米市場平均の総収益推移を表したグラフになります。配当帰属指数は S&P500 の中から25年以上連続増配している企業を集めたインデックスになります。2000年を100とした時に配当帰属指数と S&P500、 そして日本の市場平均トピックスですね、こちらの3つを比較したものになります。結果としては一番リターンが高かったのがダントツで配当帰属指数です。このグラフの2000年以降の約21年間の間には米国の景気が後退したり停滞に陥ったことが何度かありました。このように一時的に経営環境が悪化したとしても毎年着実に配当を増やし続けてきた企業が市場では相対的に評価されてきたことを示しております。こちらのグラフは先ほどご紹介した VIG の株価と分配金の推移です。株価も分配金もジグザグはしてますが右肩上がりに増えてますね。さらにこの VIG 増配率も非常に期待できる ETF です。なので株価、分配金、増配率、この3つが高くなっているので当然トータルリターンが高くなるのも頷けますよね。以上メリット3つについてです。次はデメリットについてです。ここまでメリットについて解説してきましたが、もう今すぐにでも連続増配株に投資したいって思っていませんか？いい面だけではなく当然デメリットもあります。投資はリスクがつきものですからデメリットもしっかり把握しておきましょう。デメリットは4つです。1つ目は短期的には爆益を得られないということです。連続増配株は長期保有してコツコツ配当金をもらう方法です。なのでせいぜいトータルリターンは 5-10% 程度です。そして配当金として利益を株主に還元する分、自分たちの事業にはあまり投資をしないので、企業がどんどん大きく成長して株価が爆上げするってことはあまり期待できないんですね。一方、昨年話題になった電気自動車メーカーのテスラは1年で株価が何倍にもなりましたよね。なので一攫千金を目指している方には合わない投資です。2つ目は配当利回りが低いものが多いです。なぜ連続増配しているのに配当利回りが低いかというと、財務が優良で今後も配当を出し続ける企業はそれだけ魅力があるので株価が上がってしまうんですね。なのでおのずと利回りが下がってしまいます。例えば P&G は 2.4%、 ジョンソン&ジョンソンは 2.6%、 花王は 2% 程度です。当然中には利回りが 5% を超えている連続増配銘柄もありますが、時代の流れと逆行している石油セクターや今後利益が伸びにくい通信セクターなどが多いです。ただしコツコツ10年20年と運用することで取得額に対する利回り YOC、 これを上げていくことができます。3つ目はトータルリターンが他の投資手法に劣る可能性があるということです。先ほどメリットのところでトータルリターンが高いというふうに言ってたじゃないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、これはですね、実は連続増配株だけに限った話はないんです。当然いい時悪い時っていうのがあります。ここ数年は特にテスラやガーファムといったハイテクグロース株のリターンが高く、配当銘柄のリターンが劣ってます。ただしこれにはサイクルがあって、成長株がいい時もあれば有配株のリターンがいい時もあります。直近は成長株のリターンが高いためよく比較されますが、自分の投資方針や目的に合っていれば他の投資手法と過度に比べなくてもいいと思います。そして最後4つ目は減配する可能性があるということです。連続増配株だからといって絶対に減配しないとは限りません。例えば2020年のコロナショックで話題になったのは石油大手のロイヤルダッチシェルです。
このロイヤルダッチシェルが過去80年で初めて減配をしたんですね。この企業は第二次世界大戦以降配当をずっと引き下げていなかったんですね。ただやはりコロナの影響が大きく泣く泣く減配をしてしまったんですね。このように投資の世界には絶対はないんです。だからこそ一つの銘柄やセクターに集中投資せず分散をして減配の影響を減らしていく必要があります。以上デメリット4つについてです。ここまでが前半部分でした。なんとなく連続増配株のイメージをつかんでいただけたと思います。ではここからが本題です。連続増配株でセミリタイアするためにより具体的に見ていきましょう。まずはこの連続増配株投資がセミリタイアに相性がいい理由についてご紹介していきます。シンプルに2つです。1つ目は今と未来の生活をよくできるということです。セミリタイアを目指し日々生活していく中で配当金をもらっていきます。そしてその配当金は生活費に使ってもいいし、再投資してもいい、なんなら現金比率を高めてもいい、そして来年にはまた受け取れる配当金が増えている。つまり連続増配株は私たちの資産を今と未来に投資する方法なんです。こう考えるとなんだか投資って素敵じゃないですか。今という人生で一番若い貴重な時間も大切にしつつ、セミリタイアという大きな目標にも毎年近づいていける。長きにわたり資産形成をしていけば一度は暴落を経験するでしょう。そんな時も配当金が寄り添ってくれる。暴落時でも配当金をそっと口座に送金してくれる。勤務先の会社は業績が悪くなれば給料を減らすことはあっても増やしてはくれません。ただ連続増配株は違います。暴落して業績が一時的に悪化しても何とかして配当を出し続けてくれます。こんな連続増配株はセミリタイアへのお供にうってつけだと思います。そして2つ目はインカムキャピタルを両方狙えるということです。株価が下がり不人気になって高利回りになっている高配当株とは違い、連続増配株は株価の上昇も期待できます。なぜかというと配当を出し続けられるということは配当の原資である利益も安定して出し続けられているということです。安定した利益を出し続けるためには企業のブランド力が高かったり競合優位性がある、ビジネスの参入消費が高い、市場を独占している、こういったことが考えられます。基本的には利益がどんどん上がっていけば株価も上昇しやすいです。なので日々のキャッシュフローを増やしつつ資産拡大も期待できるっていう面では非常に相性がいいと思います。毎年少しずつ生活が良くなっていき、配当金とともに人生の質も右肩上がりになる、こういった人生って最高ですよね。以上、連続増配株がセミリタイアに相性がいい理由2つでした。では最後にですね、実際に連続増配株に投資したらどれくらいの利回りになっているのかシミュレーションしていきます。ここではまず10年前に投資していたら今どうなっているのかを見ていきましょう。その後に今後5年、10年、20年と将来どうなっているのか検証していきます。今回はこちらの企業コカ・コーラで見ていきましょう。現在2021年10月時点での利回りは 3.1% です。こちらのグラフは1990年からの配当推移をまとめたものです。実際には現在59年連続増配中なのでもっと増配してます。現在の配当額は1株当たり 1.64 ドルです。そして10年前2011年の時点では 0.95 ドルです。なので10年前からしっかり増えてますね。株価はこちらのような感じです。株価もやはり暴落時には下がってますが2020年最高値を更新してますね。10年前の株価はこのあたりで約33ドルです。これらをもとに取得額に対する利回り YOC を求めると利回りはなんと 4.9% になりました。10年前に投資していたらかなり増えてますよね。しかもこれはですね、一切配当は再投資してないんです。さらに株価も10年前の33ドルから現在53ドル台まで上がってきてますから含み益もバッチリです。10年前にコーラを買わずにコーラ株を買っておけばよかったですね。もう一つ日本株も見ていきましょう。今回は KDDI です。利回りは現在 3.4%、 20年連続増配中です。配当推移はこんな感じになってます。綺麗な右肩上がりですね。10年前の2011年の時点では1株当たり 23.3 円でしたが、現在は125円まで増えてます。なんと配当が5倍以上増えているんです。株価はこんな感じです。 KDDI も今年に入って最高値を更新しましたね。10年前の株価は900円半ばぐらいです。かなり安いですね。こちらも YOC を計算すると、なんと10年前に購入していれば 12.9% まで上がってます。しかも株価も3倍以上に上がっていますからね。
ではここで紹介した2つの銘柄の利回りをまとめておきましょう。どちらも連続増配しているので、10年前に投資していれば YOC は上がってますよね。コカ・コーラが 4.9%、KDDI が 12.9%。 特にこの KDDI のこの10年の増配率は高かったので利回りが2桁になってますね。ではここからは、もし今購入したらここから将来どれぐらいの利回りに上がっているのかをシミュレーションしていきましょう。この計算をするにあたっては、過去5年間の増配率を元にします。10年とか20年の増配率を加味すると、今と結構環境が変わっているので、過去5年の平均の増配率を元に計算していきます。その利回りがですね、コカ・コーラが 4.5%、 KDDI が 8% でした。こちらを元に計算すると、5年後の利回りはコカ・コーラが 3.9%、 KDDI が 5% です。そして10年後の利回りはコカ・コーラが 4.8%、 KDDI が 7.4%、 そして20年後の利回りはコカ・コーラが 7.5%、 KDDI が 15.9% となる結果でした。こう見るとやはりすごいですよね。今は利回りが低くとも、何十年と増配をしてくれれば、こういった利回りになっている可能性もあります。これを見てなんだか投資したくなってきましたか？ただし当然この増配率がずっと続くとは限れません。特に通信セクターは、この政府の規制や環境が変われば大きく変わってくる可能性があるからです。だからこそしっかり分散して投資していきましょう。ここまで一部の連続増配株についてご紹介してきましたが、もっと米国の個別株、高配当株についてもっと勉強したいという方は、こちらのレポートもおすすめです。こちらはオクスフォードクラブジャパンさんが発行されている、永久に持っておきたい6つの高配当米国株という特別レポートです。すでにたくさんの方に読んでいただきありがとうございます。こちらは無料メルマガを登録するだけで、実際に6つの銘柄を教えていただけます。そしてプロの投資家がなぜこういった銘柄がおすすめなのか、非常に勉強になる内容になっております。まだゲットされていない方は概要欄のリンクから飛んで、ぜひ無料で読んでみてください。最後にまとめです。今回は連続増配株について徹底解説してきました。自分で動画を作っていても、改めて連続増配株はいいなぁと感じましたね。特に投資を始めたての方で、積み立て NISA やイデコはもうすでにやっていて、老後資金は大丈夫って方は、次のステップとしてこういった連続増配株への投資を始めるのはおすすめです。私も実際積み立て NISA をやってから、この高配当株や連続増配株への投資を始めました。ぜひ検討してみてください。もしこの動画が良かったなと思っていただければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。今回は少し動画が長くなってしまったので、沖縄トークは割愛しますね。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。